います。戦国ライト級の戦いです。5分3ラウンド制。会場には五味隆典選手、さらに後ろには廣田選手の表情も見えます。さあ第1ラウンド始まりました。この戦いは5分3ラウンド制、判定マスクジャッジ方式で戦われます。解説は吉田秀彦さん、そして菊田早苗選手をお迎えしております。赤いスパッツを履いています。今背中が見えているのが、柄のないこうスパッツというのも新鮮なんですが、ホルヘ・マスビダル、そして赤いスパッツです。右のキックを振っていったのがライアン・シュルツ、画面右奥です。ご覧のように簡単なルールをご紹介します。まず注目のポイントが、グラウンドの相手へのフォーム、顔面へのサッカーボールは禁止、しかしグラウンドの相手への踏みつけ、膝蹴りは有効となっています。さあ菊田選手、はい、この2人は、いわゆる労働というゴミ、これを逃した2人ですね。信じられないですよね。この2人がこのリザーブ出てることがまず信じられないですけど、2人とも打撃を得意としてるんですが、はい、2人とも打撃でやられてるんですよ。あ、確かにそうですね。今日だからそういう思いがどう出るのかっていうのと楽しみでもあるんですけども、背中にはライオンのタトゥーがあります。ライアン・シュルツ、ライアン・シュルツは広田ミスト選手にやられました。遠い前ですが、テイクダウン狙いに行きます。これはそのリザーブマッチというわけではないんですが、その可能性を残している戦いなんですね。そうですね、これで勝たないとゴミエ、調整に少しも、可能性自体可能性がなくなりますからね。しかしここはなんとか打っています。一旦を許さず再び膝を放っていきます。背中が見えています。ホルヘ・マスビダル、また入れ替わりました。ライアン・シュルツもその打撃を得意としてるんですけども、やっぱりマスビダルですね、打撃を接して、膝もらいながら、しかし手前です。だから潰した。マスビダル側頭部に入ります。これ壁に入る。これは厳しいぞ。ライアン・シュルツ、さあ上からマウンドを取ってきます。マスビダル、吉田選手やはり怖いですね。ここはさあ動きが止まったか。シュルツの動きが止まった。レフリーが体を入れた。マウンドの結果、キューバのマスビダルがライアン・シュルツを沈めてしまいました。強いですね。フラフラと立ち上がったのがライアン・シュルツ。ジェイジー・カルバンですね、セコンドアマスミダルの。いや、吉田選手ちょっと、いや強いですね。左のジャブ入って膝が入りましたよね。そしてこの戦国のルールはグラウンドに行っても顔面膝大丈夫なんですよね。1ラウンド57秒、テクニカルノックアウトで1ラウンド1分57秒、テクニカルノックアウトでホルヘ・マスミダル、このシーンです。モロ入ってますね。田選手、はい、かなり遠い前ですけど、ライアン・シュルツがタックルに行こう、そういうところでしたね。逆にいい作戦だなと思ってたんですよね。僕テイクダウン取れるかなと思ってたんですけども、はい、いや思ってる以上にちょっとすごかったですね、マスビダルが。福田選手だって、ライアン・シュルツっていうのがトーナメントの時にまず優勝候補筆頭って言われてましたよね。シュルツ、そうなんですよ。だからもう今回も厳しい戦いになると思ったんですけども、ちょっとライアン・シュルツ有利かなと思ったら、ほどほどく外してますね。吉田さん、はい、戦国っていうのはちょっとこう予想っていうのが立たない場所ですね。本当ですよ。このリングの上でね、何が起こるかわからないっていうのが戦国ですよね。そうですね。ジェシアス・カバウ・カンチ、ジェージー・カルバンです。こんにちは。レロLittle Japanese. I only been here second time. Next time I come, I'm gonna learn more. I want to thank Sengoku, Motoko, everybody for they brought me out here. That let me perform. And I want Hojigo Dam. That's what I want, man. Hopefully Sengoku makes it happen. Arigato. ロードトゥゴミエのカスカラ扉を今ノックしました。ホルヘ・マスビダルです。